首都高速道路のそばにある品川区民公園の一角にスマートな水族館が10月20日オープンしました。この品川水族館で演じられる都内では初のイルカショーを見ようと連日満員の盛況です。5頭のイルカは1年前に和歌山県太地沖で捕獲され、別の水族館で訓練を受けてデビューしました。1日3回のショーを見事にこなし、早くも都会の子どもたちの人気者になったようです。